それでは参りましょう。マンデーナイトフットリコ。こんばんは、フットリコです。こんばんは。フットリコは毎週月曜と金曜の22時30分からクラブのニュースやマリサポ内で話題になったトピックスなどマリノス周りのニュース出来事をモデレーター3名によるおしゃべりや解説でお届けしております。はい、はい、マリノスサポーターになったばかりの方からベテランマリサポの方までマリサポをみんなで楽しめる番組を目指しています。はい、はい、番組放送の翌日以降には Spotify、Apple Podcast などのポッドキャストサービスや YouTube でのアーカイブ配信も行っていますのでこちらでもお楽しみください。はい、現在アーカイブをお聞きいただいている方はポッドキャストのフォロー、 YouTube のチャンネル登録、いいねもぜひお願いします。お願いします。はい、それではモデレーターの挨拶をしたいと思います。皆さんこんばんは、ナリです。よろしくお願いします。します。はい、ヤキラくお願いします。はい、風の吹くまま気の向くままアチーヨさすらいのサポーターアキラです。よろしくお願いします。はい、パンダさんお願いします。マズマルゲンさん J1 リーグ200試合出場おめでとうございます。セルはい、トリコパンダです。よろしくお願いします。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、以上の3名でお送りします。いつものお願いが3つあります。1つ目は感想やタレコミ情報などぜひツイッターでつぶやいてください。話しているトピックについての法則情報なども大歓迎です。ハッシュタグはフットリコ FOOTRICO でお願いします。お願いします。はい、2つ目はマリサポのお友達にフットリコやってるよと教えてあげてください。はい、アプリの下のシェアボタンを押すとこのルームのことをツイートできたりインバイトピープルというところでお友達に教えてあげたりすることができますのでもしよろしければお願いします。はい、はい、結構ね通知が来なかったという方がいらっしゃるようなので、はい、ぜひ教えてあげてくれると嬉しいです。お願いします。はい、最後にフットリコのハウスのご紹介です。コミュニティのようなものです。ハウスのメンバーになっていただくとフットリコについての通知が行くようになりますのでぜひお願いします。メンバーになるやり方はアプリの一番上のフットリコの文字をタップして、ハウスのページに行きます。はい、ここでジョインフットリコというボタンが表示される方はまだメンバーになられていないのでボタンを押してメンバーになっていただけると嬉しいです。はい、はい、ちなみにフットリコハウスメンバー数は626名です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、っていう感じ。いつも通り喋っていただいたところであれなんですけど、ツイッターのね、うん、読み込み制限がなかなか影響してるなって感じなんで、うん、ちょっとリアルタイムでなかなか明日が追えないなと思って。確かに、そこだけでちょっと、ね、いつもと違う感じになっちゃうかもしれませんけれども、一つよろしくお願いします。はい、はい、もしあれですかね、直接タレコミこちらでチャットの中でいただけるとまた助かりますね。一応ね、はい、私 API まだ、うん、残弾あるっぽいんで、はい、いけるかな、うん、見えてますね今のところ。じゃあ分担してやろうか。はい、もうね、昨日からもフォロー一番開かないようにしてるもん一応。すごいね、これ一時的じゃないんだね。ねえ、ねえ、はい、はい、ということで必要です。それでちゃっちゃかいきましょうかね。はい、はい、それでは一つ目のトピックです。はい、7月2日日曜日、2023明治安田生命 J1 リーグ第19節湘南ベルマーレ戦は4対1で勝利しました。はい、はい、一体何点入るんだろうかという試合でしたね。入りませんでしたね。はい、前半6分松原健選手、はい、はい、前半10分アンデルソン・ロペス選手、後半6分アンデルソン・ロペス選手、後半32分上中朝日選手と4得点でした。はい、で、まあ、1点は、町野くんですね。はい、湘南町野シュート選手の、PK での得点となりました。はい、で、マンオブザマッチですね。はい、横越100周年感謝でマンオブザマッチが松原健選手と現金、はい、あれ、新金が小切って起こすの生々しいよね。現金200試合おめでとう。おめでとう。祝い金みたいだよね。いや本当。今回のマオブザムチちょっとねあれだったよね。うん、
物言い入りそうだった、はい、まあまあまあ、はい、インゼリーは、一森純選手ですね、はい、はい、でイロイクマンオブザマッチが上中咲選手と、はい、いうことでした。はい、それではモデレーター陣コメントいただきたいと思います。さきらくんいかがでしょうか。勝ってよかったですね、はい、まあ、6連勝、うん、重ねましたね、6連勝ね、うん、結構始まるまでどうなるかなっていうのをね思ってたんですよ。で案の定、まずやり方ちょっと変えましたよね、ベルマーレがね、後ろの人数を、まあ、前に持ってって、前からこう塞いでいくみたいなやり方をしてて、なんか試合後の山口監督のコメントを見ても、まあ、ある程度横に運ばれるのは織り込み済みで、それより前のところでしっかり止めましょうみたいな、まあ、それはすごい、うん、感じたなというのと、まあ、それを上回ってきたというかね、立て続けに2点取って、まあ、かなり楽な展開に持ち込めたかなというのはありますが、ちょっとねチャンス逃しすぎですよね前半ね。ね、ケビンもねちょっと言ってたところですけど、はい、あそこで決めてればもっと楽だったよっていうのが一つと、まあ、とはいえ後半でちゃんと重ねて、で特にね上中朝日のゴールなんかすごい良かったし、まあまあまあ見どころも作れましたけど、なんかねピッチ上マジで暑かったと思うんですよね。湿度やばかったね。そうそうそう、うん、まあ、風もね僕バクスター2階にいて見てて吹いてた時間帯もありましたけど、ピッチ上どうなのかなってすごい気になってて、ね、うん、先週のパンダさんの、ね、お話の中でめちゃくちゃ雨が降ってるか蒸し暑いかのどっちかなみたいな話してました。そうなんせんがでしょ、ま、そうまさに後者の展開でしたね。うん、その中でサッカーしちゃうのどうなのよっていうのは確かにある。まあまあそれはねうちがたまたま走れたんでよかったですけど、あれをしちゃうのはどうなんですかね。こっから先全部のタイトルを狙っていくってなった時ですよ、ちょっとマネジメントのとこ考えないかんよなっていうのは確かに思ったところっていう意味ではちょっと期待外れだったかなっていう選手が何人かいましたね、個人的には。はい、まあ、でもそれもこのタイミングで出たことを良しとして、まだまだこれからね、はい、続いていきますし、まあ、何より来週の名古屋戦やってそこからも連戦ですもんね、続いていくので落とせない試合が続くなと思いますけども、そこに向かって、まあ、切り替えていただけたらいいのかななんて思いますね。はい、って感じですかね。以上です。はい、ありがとうございます。はい、パンダさんいかがでしょうか。試合内容の前にさ、昨日一個ゴール裏の人で見てた人いるかもしれないんですけど、ゴール裏のボールパーソンのスーパートリッキープレー見た。何それ、なんだそれ。あのね、前半の町野のシュートかなんかは、うん、ゴール飛び越えてポーンって飛んでったのをゴール裏のボールパーソンの子が後ろ足でトラップして落として、そのまま手に持ってたボールの方を投げて返したんだよね。これね、ちょっとだけダゾーンに映ってるから十何分とかさっき見たら後ろ足、そう、自分の頭の上を越えたボールを自分の後ろ足でパンってサソリ落として、そう、遠いところに飛んでいかないように1メーターぐらいに落として、で選手の方にはちゃんと自分の持ってたボールをポンとそのまま同時に渡すっていうすごいプレーをしたボールパーソンがいるんで、ちょっとザゾーンでよかったらみんな見返してみていただけたら、はいはい、昨日ちょっとネット高校かちょっと見てなかったみたいなんですけど何校舎かな、はい、そうだね、うん、っていう、そうすごい、それが試合中にあの子天才とか言ってちょっとそれちょっとバタバタしたところ、うん、まあ、もう1点目 もスーパーシュートだったじゃないですか、また、うんうんうん、今回もゴラッソ松原健だったんですけど、松原さんあれ蹴れるんだねっていう、え、蹴れますよ、何おっしゃいます。いや見事な無回転ですね。いや何おっしゃるんですか。蹴れますけど、はい、あれはゾーンですよ彼の、うんうん、あそこ松原ゾーンだよね、
ペナのちょっと外側からね。そう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 。スポン。いやでもあれ結構いろんなアングルで撮れてたじゃん、ダゾーン。うん、そうハイライトで。あれ見れば見るほどすごいシュートだったね、うん、前回もやばいシュートだったけどあれはすごかったなっていう。まあ、あのすっごい申し訳ないんだけど、大体今の松原健って大体一回ちょっと固まっちゃうタイプなんで、あの、うん、今の松原合ってますみたいなちょっと一回疑っちゃってごめんねって思いながらも、うん、まあ幸先よくスタートしたわけですよね。もう優勝ですよこっちからしたらね、200試合だし、はいはい、で、ですね、特に昨日の試合私どっちかっていうとボランチの2人がすごくあのなんか夢あんなと思ってうん、鍋ジョエのダブルボランチ、なんかちょっとなんか木田さん の, あのどっしり感とちょっと違うあの感じがすごい個人的にはすごい好きで、まあ、その全体的なプレーとして良かった悪かったとかっていうよりも好きかどうかでいうとやっぱりジョエル好きなんだなっていうのはすごい思ったし、うん、あの鍋子とジョエルとあと松原健の3人であの細かいパス回ししてるとことかすごい好きで、うん、いやそういうの大好きって思いながら見てましたね。あとはまあなんていうんですか、もう小池優太がまあ良かったです。めちゃめちゃ小池優太は良かったな。まあ、前線のブラジリアン3人はなかなかあのコントロールしづらい部分あったのかなっていう気はしたけど、うんうんうん、ただそんな中でもユータとエウベルはすごくコンビとしてはなんかやりやすいのかなみたいな、タイミング合わせやすいのかなみたいな感じはちょっとしたけどね、うんうん、エウベルの方がちょっとなんか全然ちょっとね細かいところクオリティがあれだったけど、あんま調子そんなに良くない今日みたいな感じのところねちょこちょこありましたけどね、うん、あでもそれでも、まあ、久しぶりにロペちゃんも2点取れたし、あとは何ですかね、あのタクマが報われてほしいなっていつも思ってしまう。わかるわかるわかる。なんかあのあれだけあの狂ったように走り続けてくれてる中でなんか1点ご褒美で取れてたらなんかそれはそれでよかったんじゃないかなって思いましたね。あとあれあの前半、これも前半なんですけど、イッチのあのすげえ細いとこ通したさ、ジョエルかなでパーンって一本いいパス通したとき、うんうん、日産スタジアムがそうそうそうおー、うんうん、ってなったり、うんうん、あれすごい気持ちよかった、ね、そうそうそう、多分松原健さんの点のちょっと後ぐらいかな、すごいなんかあの日産スタジアムの空気すごいなんか気持ちよかったですね、うんうん、おーってなったとき、あの湧き方なかなかなんかああいう湧き方するスタジアムなかなかないなと思って、確かにそれがすごいね、あの現地でしか多分あれ感じられない、ちょっとダゾーンだとあの王感がねちょっと伝わってなかったんですけど、さっきちょっと、うん、前半だけね見返したので、それすごいなんか現地ですごい気持ちよかったですね、はい、そんな感じかな。まあとにかく強いって楽しいね。ええ以上はい、ありがとうございます、はい、いや僕もその一森くんの例のパスは言いたくて、例のパスね、いや、うん、ってなったね、あの反応ってさ、だから本当に一森くんが認められたというか、うん、ね、まぐれとかなんだろう、そのわざわざ危ないパスを出しているとかじゃなくて、ちゃんと狙ってそのだってあの瞬間さ、一人だけ一森だけが冷静な判断をしてズバッと刺したんだよね、うん、スポーン、あ、結構そうそうそう、そこ、あ、そこ行ける、うん、みたいなところだった。あれちょっと感動ですよ。そうそうそう、うん、っていうのがやっぱりそのみんなの意識の中にも本当にできてきてて、まあ一目への信頼っていうのがすごく醸成されて、もう1位に対して見たいプレーっていうのがだんだんこう出てきてきたよね、うん、みんなの中でもね、うん、それが出るとああいう反応になるんだなって感じです。そうそうそうね、そうですね、あのバックラインで言ったら、まあ、上島君と2人はかなり通しててなんか前なんか通るたびにウォーウォーって言ってた気がする。そうそうそう、はい、やっぱりね、あので特にその、ね、ボランチの2人がさ、やっぱり その、まあ、テンポで結構動かしていく、まあ、ジョエルみたいな選手がいる中だとやっぱりああいうパスがどんどん入っていくっていうのは、うん、テンポ出るし、あのすごく合ってたんじゃないかなって思いましたね。なんかジョエルのあれがさ、ピタッてヤンマテウスに会った時、うんうんうん、しびれるよね多分、うんうんうん、あれがなんかピタッと合うようになった、うん、ヤマテウスもすごい良かったですよね。そうね、守備すごく本当に頑張っていただいて、うん、本当にまあみたいな、うん、そうね、マツケン
置いて戻ってきてる医者でもないんで、そう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 、あそこさ、今日木田さんいないからどうするかなと思ったらヤンとかジョエルとかがね、そう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 そこをやってくれるっていう、うん、やばかったですね、ありがとう。はい、あとは僕はまあロッペスは本当うまいよね3点目、まあ、あのうちのロペスの2点目のヘディングですかね、あれね、はい、いやあれはすごいね、簡単にやってますけどね、うん、なんかはいはいはい、ね、柔らかいよね本当に、うん、あの体格を生かして体育時間で待って逆にね落とすっていう、まあ、その後ろで小池優太がいましたけど、うん、はい、そうですね、綺麗なシュートでしたね。また朝日くんですかね、あの、うん、ね、決めれるところ決めれるようになってきたので、まあ、そりゃね、点入りますよね。やっぱり大黒ですよ、彼の動き方。ああいうの決めてましたね。大黒とか、あとはもう完全エジガルの弟子っていう言われてるのなんか分かるよね。すごい、特に分かった。本当に今回は。ね、朝日くんに聞いてみたいよね、ちょっとエジガルの話。そうどうやって見てたのって。とか、そうそこちょっと聞いてみたいもん、ね。どういう話したのとか聞いてみたいですね。もともと似たタイプだったのか、すごく影響を受けたのか、好きになるよね。確かにどっちでしょうね。ね。はい。っていうところですか。あとは、あれですね、個人的には、ベルマールマジで大丈夫かなと思いました、ね。ああ、そうね。なんか、そのさっきの監督の話もちょっと触れましたけど、うん、なんかやりたいことはあるんだろうけどうまくはまってないよね感がすごくて、うん、一個一個のプレーはできてるんだけどそれがこう連鎖されてないというか連携につながってない感じなので、いやあれ、うん、なんか一言ながら大丈夫かなってちょっと思って、ああいう時って本当しんどいよね、わかる、うん、そうそう、あのね、なんか似たような経験はしたじゃないですか昔なんかね、あの今回解説があのみんな大好き清水二郎さんだったんですけど、のりささんね、はい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 、あの表情に何度か触れてて、あーわかるってすごい、そこはあーだよね、そうわかるってすごい思って見てましたけど、顔にね出ちゃって、そうなんですよね、だからどうこうって言うつもりはないですけど、そうなんですよ、うん、なんかきつそうだなっていうのは感じましたね、相手ながら、まあ、で自分たちで失ってカウンター食らいまくってそうっていう、うん、まあ、状態がねずっと続いている中でもあったしね、きついよ、うん、あれは、ね、であれですか、試合が終わった後の、あ、はいはいはい、町野くんの話ですか、町野くんですかね、はい、はいはい、ね、なんかあの残業なんだと思ったら町野くんでしたね、そうそう、いや残業だとは思わなかったけど、ね、私は町野、いやなんかもうなんていうの、こっち喜んでてあんま気づいてないかもしれないけど、うん、まあ、結構あのやばい感じで選手上がってた時のゴール裏の雰囲気だったの、あ、分かる、で、うんうん、で町野、うん、最後の試合の終わりに、あ、そう、あ、なんかこの感じちょっとかわいそうだなって思ってたら、うんうん、その後一回追い、はいはい、何仕切り直して町の大黒みたいな雰囲気に出してたから、そうそうそう、なんかまあ自然となんかマリノス側から手拍子出るっていうなんか珍しい光景をね見ましたね、なんかあのね、まあ、先週も触れた話で町のシュートがプロ入りしたのはマリノスだったんですよね、いやそうなんですよ、ちゃんとね作ってあげられるまで入れなかったからね、そうそうそう、あの本当に1試合も出てないんですよねマリノス、いや楽しみにはしてたんですよみんな、うん、そうそう、とてもね、そうそうそう、何人か俺の町のって言ってる人がいましたね、言ってました、北九にいる間とかもみんなね帰ってくるんじゃないか帰ってくるんじゃないかってね、うんうんうん、すごい待ってた人たくさんいたんだけどね、はい、うまくね、なんかね、そう合わなかったんですよ、タイミングがマリノスで見れてないっていうのも多分あると思うんですけど、うん、個人的にはそのうちの子っていうほどでもなくて、そう、なんか親戚のおじさんになった気分なんですよ、どっちかというと、というかあの道路の蓮向かいのお家の子ぐらいの感じ、そう見てた子って感じだよね、だから、うん、そんな感じなんですよね、だからまあね、あの向こうの横断幕出てましたけど一発目、うん、まあ、まさにあれだなっていうのはすごい感じましたよね、這い上がってきた男っていうやつですね、バリバリ点取ってほしいな、向こうで、だしあの手拍子で参加したっていうのはすごくちょうどいい
感じだったんじゃないかなと僕は思いました。あのベルマーレのサポーターがどう思ってたか分かんないですけど、うん、あれくらいじゃないかなって思いましたよ、個人的には。そのまあちょっと表現は難しいけど、ね、マリノスサポーター的にその、まあ、申し訳ないとは言わないけど、うん、まあそれに近いような、ね、感情もあるし、まあ、頑張ってほしい、そのね、あのうちで活躍できなかったから知らないじゃなくて、うん、っていう気持ちはやっぱりあの前のサポーターあったと思うし、まあ、特に2018巡り合わせだった感じがすごくするんだよね、あそこは。なんですよね、そう、はい、難しかったと思う。一番その、はい、アンジュ・ポステコグルー監督になったタイミングで、はい、だったので、まあ、それで高卒の、まあ、結構、まあ、本格的なストライカーの選手がその中で踏まえるかっていうのはなかなかね、うんはい、っていうのもあったので、まあ、結構ね、まあ、マリサポの中でもいろいろ思うことはある人が多かったっぽいですよね。いやもうなので逆に言ったらもうあの両手話で応援しますよ、あのうん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 、わーそうね、そうね、パチラーってはい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 、はい、なりますわ、はい、代表戦でもね、そうですね、はい、だからゴールラとかもあのセレモニーというか、まあ、マシノ君との、ね、やり取りの時には静かにしていたり、場内の、ね、音楽も消しましたからね、そう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 、いやすごい、そうそうそうなんですよ、ああやってくれたなと思って、はい、まあいい光景でしたね、はい、うん、はい、いいなと思いました、頑張ってほしいですね、はい、じゃあもうちょっと試合を振り返ると、まあこの試合はね、まあレギュラーメンバーでいうと木田君と長戸選手は欠場のタイミングになってしまって、まあジョエルと小池優太が出るっていう、まあ、試合にはなってました、はい、ベンチメンバーも何人かね、そうですね、はい、そうですね、長戸くんはいたことはいたっぽいかな、あ、スタジアムにはいた、ね、木田もいた、あ、ほんとぽい、上にいたっぽいっていうのを聞いたあの試合前映像に映ってるの木田じゃないかみたいな、ちらっと聞いたから、あれかな、整列に向かうゾーンとかにいたのかな、あのほらみんなさメンバー外送り出しするじゃないですか、うん、はいはい、あそこかなかもしれないですね、はい、はい、あとは、まあ、松原圭さん200試合ですね、はい、はい、ありがとうございます、あれマリノスが何試合ぐらいやってるのかな、えでももうだいぶだよね、うん、150までは行ってない、そのいたいか、いやでも、あでも意外と J1 なんですよ、松原健さん。そうそうそうですよね。怪我が長かったっていうのもあるけど、はい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 、新潟も大分も J1 の方が長くなかったっけな。なるほど。まあ新潟はちょこっとしかいなかったけど。マリノスは130試合ぐらいかな。ほうほうほう。だいぶ出てますね。でも多分もう半分は普通にいってるはず。そう。うん、いけるような気がする、3分の2ぐらいは多分、はい、そうだよ ね、 もう歴で言ってもだいぶ長いもんね、そうだね、うん、そうだね、はい、144というすごカンペが出ました、はい、4分の3だそうです、うん、はい、 J1 だけだし ね、 ね、 すごいね、すごいね、そうだね、そうね、はい、はい、あとは試合以外は何かありますか、グッズのうちは結構買ってる人いたね、あそうめっちゃ見た、いや楽しかった、あのさちょっと言い方気をあれだけど、若い人だけじゃなくてさ結構おじさんも買って、いやおじさんも意外と買ってて安心したよ、私はそう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 、あよかったな、持つことに抵抗なくてよかったよと思った、うん、いやだからすごい良かったなと思いましたね物もねなかなかいい感じで、うん、そうなんだよ、うん、本当あの日産スタジアムであの別にあの振ってどうこうってわけではないんだけど、うん、はい、あのまあねちょっとコロナ禍とかで今までイベントあんまなかったからあれだけど、まあ、そういう時に、まあ、選手 の、 あのタオルとかもそうだったけど、なんかそういう時に持っていくアイテムとしてはい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 、楽しいなって思う、うん、うん、確かに、しかもこんだけの大きさのもので片手で持ち歩けるものってそうちわしかないんだよサイズ的に、うんうん、はいはいはい、からなんて言うんだろうな、なんかこれはこれで乗っかって楽しむのもいいんじゃないって思いますけどね、うん、なんかねつくづく多様化しましたよね、うん、楽しみ方がね、いやなんて言うんだろうな、昔ってさやっぱもっとサッカーヨーロッパとか他のサッカーに対する憧れがすごい強かったから、うんうん、そこに対する型にはめていきたいっていうか、
そういう形スタイルにしていきたいがとても強かった時代だと思うんだけど、なんかその時代も終わったなと思ってて、私はなんかもう J リーグ独自で面白いと思ったものを、まあ、言ったらまあ他のクラブよりも先にやるとか、まあ、そういう競争心もあったりしつつ、なんかそれぞれが面白い文化作った方が勝ちじゃないって思ってるから、まあ、丸々界マリノスだけだよねって言われたりもするけど、なんかまあそういうのもあっていいんじゃないかなと思いますけどね。なんかそのね、サッカーに真摯に向き合わなきゃいけないみたいな、まあ、そうストイックスタイルで ね、裏みたいにやってる可能性もあるんだけど、けど、うん、そうそうそう、なんでも横浜にはこれ合ってるなと思いますね。こんだけでかいさ、箱があるから、そうですね、いっぱい遊んだらいいと思いますけどね。ちょうど今ね、いい塩梅の、あの距離感が、できてる気がしますね。そればっかりになるじゃなくて、ちゃんと応援は締めるとか、締めてやってくれてるからさ、俺らの子たちだし、まあ、マリサポもちゃんとね、それに対して反応してくれるから、あのクラブをね、あのみんな様子を見ながら、いろいろ新しいことができてるんじゃないかなと思いますよね。いい塩梅をキープできてるのがすごいいいと思いますよ、ね。まあ、メリハリっすよね、本当に。はい、そんな湘南ベルマーレ戦でした。はい、はい、次いきます。おー、はい、このネタ1つ目、ルヴァンカッププライムステージ準々決勝対戦カード決定のお知らせ。はい、本日開催された2023 J リーグ YBC ルヴァンカッププライムステージオープンドローの結果により準々決勝の対戦カードが決定いたしましたのでお知らせいたしますということです。はい、皆さんもご存知だと思いますが、プライムステージ準々決勝の相手は北海道コンサドーレ札幌になります。もうみんないいよ、もうステージで戦った気がしますね。もう合わないと思ってたのに今年みんなもうさようならって言って帰ってきたのにまた会うの。他社でなって言ったらもうなんか5分後に会ったみたいな。元気でね、あ、え、またみたいなそうそうそう、はい、這い上がってきたね。いや、指かけられてたんじゃない。もう絶対喜んでるよ、はい、ミシャン。はい、はい、で、日程ですね。はい、第1戦が、北海道コンサドーレ札幌のホームになります。9月6日水曜日、札幌ドームでの開催。第2戦はその、4日後、はい、9月10日日曜日、日発ですね、はい、日発三沢球技場での、はい、開催となるそうです。いや本当、はい、コンサドーレごめんね三沢ばっかりで三沢でごめん、はい、という感じです。なんだ今回も、はい、これあれっすよね、ちょっと大事なルールが1個あって。あ、そうだ、はい、アウェーゴールないんですよ。そうなん、残念、今年から単純に合計スコアですね。はい、でもそうなってくる一緒の場合は、そう、一緒になっちゃった場合はそうですね、2戦目の後に延長 PK で、うん、そこでもうあの合計スコア関係なくなるんですよね。いやでもそっか、はい、札幌もどっちかっていうとゴール数0-100のとこあるもんね。そう、思いっきりドーンってくると、まあ、差つけられかねないし、そうかと思えば大量失点される時もありっていう話題になってましたけど、球場のね、なんか毎回あの殴り合いになるイメージなんですけど、札幌とはね。いやもうなんか2試合で失うものがすごく多そうで辛い。そうそう、これねトーナメントですからね。そうですね、上がっていかなきゃいけないんです。はい、はい、という、北海道コンサドーレ札幌戦がまた2試合追加されましたので、はい、勝ち切っていきたいですね。これ上がったらガンバと浦和のどっちか、はい、った方でしたね、はいはい、もう確定のはずですね。それは確定ですね、はい、山自体は、はいはい、はい、浅野雄也が当たった時マジかって顔してたの忘れないですねでもほら、あの時はコンタクトしてなかったじゃん、うん、そう、そうですね、まあ、今してるから、ちょっとそこはちょっと違うじゃん、はい、楽しみですね、はい、勝ちてー、はい、すっきり勝ちてー。あの水曜日、北海道札幌になりますので、はい、ご都合が。そう、なんかね、そうメディアでね、対戦カード発表されたときに、札幌、横浜が1戦目になってて、2戦目が横浜、札幌になってるところがあって、そうだね。そう、なんかそれで、どっちどっちだってなったんだけど、配信中はちょっと1戦目、札幌ドームって言ってたらしくて、ちょっと混乱が出てましたけど、1戦目がアウェーです、2戦目。2戦目の
ホームで密造になりますので、はい、間違いないようにちゃんと最初から書いておいてって感じがしますね。山はちゃんと出して書いて、はい、そうそうそう、山で行ったらだとさ左がまあいいや、はいちゃんと書いてね、はい、ルヴァンカップのお話でした。はい、よろしくお願いします。はい、8月12日土曜日ガンバ大阪戦ラブライブコラボイベ、あ、ラブライブコラボイベント開催、はい、はい、ガンバ、これはもう基本の通りですね、はい、ですが、星空凛役の、井田里穂さんの来場についての、詳細とコラボグッズが発表されてますね、うんうん、はい、まず井田里穂さんの、来場ですが、まずですね17時ごろトークショーをトリコロランドステージでやって18時ごろに、うん、ピッチ上挨拶、はい、でさらにハーフタイムも、ピッチ上でご 出演、うん、踊るの踊りはしないんじゃないか。でご出演って書いてあるよ。でも歌うのか、何するんだろう、歌うかな、まあ、出るだけなのかなはい、なんでしょう、気になりますね。はい、もう結構このパターンなのかな、今後はもうゲストさんが、でもまあせっかく来ていただけるんだったら3回ではあるっていうのは、うん、あの結構頑張ってあの、ね、はい、用意していただいてる感じしますけど、うんね、うん、ちょっと楽しみです ね、 ね、外、はい、場外だったらすごい近くで見れるかもしれないですね、レディちゃんみたいに。そうですね、うん、そうそう、今後もうそのスタイルで行くんですかね、ゲストさんもね。はい、そうね、メインとバックなんだね、出る場所が。確かに。どっちもやるんですね。あ、本当？あ、そうだった。トリコロールランドステージのトークショー、うん、ご挨拶がメインスタンド側、ハーフタイムがバックスタンド側中央。はい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 。あ、じゃあのマリノスケステージに上がるのかな。そう、マリンちゃんマリノスケコーナーのあそこに。はいはいはい。ってことはバックスタ1階のチケットを買ったね、ラブライブファンの皆さんは一番近い、大変得をする。これ、ね、あの本当のお宅はどっちも買う可能性ありますよ。あ、メインはいはい、はい、前半後半で動いてね、うん、はい、あるある、全然2席あの抑えていただいて大丈夫ですよ、うん、はい、で、合わせてコラボグッズの販売についても、出てますね、はい、はい、J リーグラブライブシリーズ、横浜 F マリノスコラボ応援フラッグ、コラボ応援タオル、コラボ缶バッジ、コラボアクリルスタンド、あとは会場限定の、コラボアクリルパネルですね、英語のパネルがあるそうです。はい、いやー、この缶バッジで板場作ってほしい。板場って何ですか？板場はご存知ないですか？はい、教えてください。あの表面があの透明になってるタイプの、うん、はいはいはい、あのそこにバッジとか縫いとか推しのグッズをバーって入れて、うん、ああ、うん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 、あの多分エスパルスが最近オフィシャルで出したんだよね、板場の土台の方ね、土台の方、はい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 、そうそうなんです、土台いろんなところでね売ってるんですけど、うん、それをぜひ混ぜてほしい。すごいトリコロールのなんかラブライブの板場とか見て感動したかもしれない。はい、これまたえらいことになるんじゃないですか。まあ、あのコラボグッズ自体は、まあ、各、クラブのクラブのコラボと、まあ、ほぼほぼデザインというか、まあ、コンセプト一緒なのかなですね。で、あの隣の、まあ、横浜 FC さんとかはあれですよね、ユニフォームでコラボしようとしてますね。ほう、まあ、ないから、まあね、まあ、そうなんですけど、うん、はい、まあ、でも我々はね、ヤフさんの時にはね、あのプレティのバージョンもありましたもんね。そうね、そうね、そうね、うん、はいはい、結構ね、大胆にやるんでちょっと驚きましたね。はい、すごいですね、思いっきり楽しんでいただきたいですね、はいはい、これは、はい、本当にそうですね、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います。はい、はい、はい、では次に行きますね、次はですね、横須賀を楽しもう、7月8日は横須賀市で横浜 F マリノスのイベントが盛りだくさん。はい、はい、はい、横浜 F マリノスのファンサポーターの皆様をはじめとする多くの方々に横須賀市を思いっきり楽しんでいただけるよう、7月8日土曜日に横須賀市の横須賀ポートマーケットを中心にさまざまなイベントを実施いたします。この機会にぜひ足を運んでみていかがでしょうか、ということで、まあ、告知がされていますが、昨日の試合でね、チラシ皆さんもらいましたよね。よく見たら今回用のやつなんだね、あれね。これ1回きりなんだよね。そう、前回のもらった時とちょっとちゃんと内容変わっててさ、今回のイベント用に作ったやつだったんです。はい、ということで、まあ、イベントが開催されるそうです。でもあれですかね、横須賀ポートマーケットはもう僕らのあれですかね、まあ、オーブンってことでよろしいですか。もう塗ってきた、はい、塗ったよね、あそこはね、もう間違って、間違ってないよね、はい、ということで、横須賀ポートマーケットが、まあ、あの中心となって、いろんなところでいろんなことをや
やるんですけど、ちょっと順番にご紹介する、簡単にご紹介すると、横浜 F マリノスオフィシャルチアリーダーズ、トリコロールマーメイズのステージが、その両サポートマーケット内のトリコロールステージで開催されます。できちゃったじゃん、はい、トリコロールステージ、はい、1回目2回目3回目と5個で3回に分けて、実施されるそうです。はい、で、それの後ですね、夕方なんだね、すみません、栗原雄三クラブシップキャプテンと選手 OB 富澤清太郎氏のスペシャルトークショーが開催されます、うん、はい、これは16時からです、トリコロールステージです。はい、で、次はちょっと面白いというかあれですね、横須賀市の観光スポットと横浜 F マリノスがコラボ、限定コラボカード配布となっています。これはですね、横須賀市の、対象施設の入館券とかレシートなどを、横須賀ポートマーケットの方に持っていくとオリジナルコラボカードがプレゼントされると、うん、はい、で、これがですね、それぞれ、例えば猿島公園とマリノスケのコラボカード、いいな、このマリノスケ欲しい、三笠公園とマリンのカードとかですね、はい、横須賀ポートマーケットとマーメイズのカードっていうのが、まあ、それぞれの、まあ、入館券とか、店内、横須賀ポートマーケットの館内店舗1000円以上購入レシートとか、まあ、そういうのでもらえますので、はい、もらってください。13時から、配布されるそうです。はい、うん、で、あとは、名古屋グランパス戦の放送ですね。パブリックビューイング、あ、これすごいね。だからいろんな、だからマーメイズのステージがあって、雄三と富澤さんのトークショーがあって、その後そ、そのまま、そのまま、まあ、そこでやるのか、シームレスに、すごいな、ほぼスタジアムです。すごいじゃん、ね、あ、そういうこと、すごいですね、これは。おまけにね、猿島行ったりね、三笠さんとそうそうそう、さらに、はい、この後出ますよ、もう一個、はい、この後ね、そのまたまたね、その試合までの間、うん、あのマリノスケが横須賀ポートマーケットの館内を回遊するそうですね。そうね、回遊、もうね、舞浜クオリティだから本当にその辺歩いてるみたいなねって突然現れるでしょう、はい、頑張ってもらいましょう。いわゆるフリーグリってやつですね。はい、ですので、横須賀ポートマーケットで、はい、今週土曜ですね、はい、過ごされるのもいいかなと思います。見たない人はぜひ、はい、うん、ぜひぜひですね。はい、本日のトピック以上になります。はい、それではお願いします。はい、ミックスゾーン出てこいや。はい、はい、このコーナーはリスナーの方にスピーカーに上がっていただき、モデレーターリスナーに聞きたいこと、告知したいこと、マイナス関連、パートナースポンサー様関連のテレコミなどをお話しいただけるコーナーです。我こそはという方はアプリ下の手のボタンをタップしてお気軽にお知らせください。お待ちしてます。はい、はいですね、コメントでいただいているものからドラですね、うん、あの、はい、川崎線に久しぶりに観戦に行くのですが、横浜暑いですか。はい、暑い、暑いですよ、今日暑かったですよ、うん、暑い、はい、まあ、天気次第のところあると思いますけど、ね、暑いっていうか基本的に今年は気温よりずっと湿度だね。うん、確かにね、ジメジメしてますね、うん、気温はそこまで今年まださ、やばい、や、あの気温帯に入ってないじゃん、34度以上とかにまだ出てないけど、そんなに、うん、湿度がまあとにかくきついよね今回 ね、 ですね。ということで、暑い時の試合前どんな風にしのいでるかを知りたいと、うん、試合前っていうよりはあの体を夏にしていくことじゃないですか、うんうんうん、暑さに慣らしていくみたいなね。そうそうそう、あの本当にあの医学的にあの暑熱順化っていう言葉があるので皆さんにあのググってもらえればいいかなと思うんですけど、はい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 、夏バテとか熱中症とかで本当あの暑さに体慣れてない人ほどなりやすいので、うんうんうん、そう、外遊び、そのスタジアム行く前から徐々に外出て暑さに慣らしていかないと本当にしんどいと思う。汗の出方とか全然違うから、自分がどれぐらい水分取らなきゃいけないとかも分かんないもんだからね、うん、結構人生あるよね。そう、自分が思ってるよりも必要だなっていうのにね、途中で気づくから、うんうん、そういうのも含めて、まあ、ちょっとずつね、暑くてもちょっと外歩っておくとか、そういうの結構大事だったりしますね。はいはいはい、
結構長いからね、一日ね。そうっすね、着替えとかもね。ナイターだとしてもまあほらみんな3時とか2時ぐらいからいるじゃん、スタジアムに。そうですよ。あとはあれですね、下のリングツールをうまく使ってもらうことじゃないですか。そうそうそう、あそこはね、そうね、そうね、そう、日産スタジアムの2階に当たるところ、はい、になるのかな。あの要はそのゲートのコースの真下っていうのかな、がまあずっと基本的に日陰でコンクリなのでちょっとひんやりしてるじゃないですか、あそこだけ、うんうんうん、はい、あそこでちょっと涼んだりとかしてもいいんじゃないかなって思いますよ。結構人は増えましたけど、でもまだ余裕結構あるもんね、うん、下も、うん、全然全然、うん、だから暑くなったらあそこ逃げるのもありだと思いますよ、うん、はい、といった感じですかね。はい、あと昨日軽く話題になってたと思うんですけど、うん、あのツイッターの影響であのそんなに広まってないかもしれないんですが、 ACL ユニフォームの存在が、あ、そうだね、公式発表が、あのオフラインでやられてますよね、トリワンの方に貼られていたそうで、うん、知らない、9月だっけですかね、8月9月みたいな話でしたよね、うんうん、で、はい、で、はい、どうぞ。そう、あのユニフォームのデザインが違うそうです、うんうん、久しぶりじゃん。そうですよ、これまた争奪戦の予感がしますね。毎回 ACL ユニフォーム作る枚数めちゃめちゃ少なかったよね。ACL というかカップ戦ユニフォームの時代が、うんうん、はいはい、久しぶりじゃない、オリジナルデザイン そ,、ね、そこまででもないか、そう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 、完全オリジナル久しぶりだな。20年も22年も、うん、基本は一緒でしたからね、スポンサー違いね。14年大会以来ですか、オリジナルユニフォーム。はい、解説していただきましょうか。ちょうどいらっしゃいましたね、はい、少々お待ちください。言いたいことがあるタイプの、はい、リスナーさんが来ましたよ。はい、こんばんは。はい、どうもこんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。自己紹介をお願いします。ユニフォームのことなら、わっけんまきょうちと申します。はい、ありがとうございます。あの、今日出る幕ないかなと思ってたんですけど、ちょっと、やっぱこの話は出さなきゃいけないなと思って、来ました。はい、お願いします。あの、ちょっと、その ACL ユニフォームについてなんですけど、うん、考察的には2つほどありまして、はい、ちょデザイン変更っていう言葉の解釈をどれだけ大きく捉えるか。いや、わかる。あの、一つは、まあ、あの去年とかもそうだったんですけど、ワッペンとかの違いだけのことをデザイン変更って呼ぶのかっていうことです、うん、だから ACL バッジに変更しますとか、うん、ユニフォームにつける企業名日産だけですとか、まあ、それだけのマイナーチェンジのことをデザイン変更って呼ぶのか、それとも皆さん期待していらっしゃる大幅な変更のことを指すのかはちょっとまだわからないっていうところです、うんうん、あのでもだったら、まあ、自分も本当ツイッター上の写真で見ただけなんですけど、ファーストユニフォームの上からデザインを変更しますって書いてある時点で、じゃあ今年のファーストユニフォームの要は小変更にとどまるだけなんじゃないかなっていうのを俺は見てます。だ今まで通りそのスポンサー日産だけですとか、あの背番号の名字だけになりますとか、まあそれぐらいだとは思ってるんですよね。うんうん、全く同じデザインではないようなアピールでそこに置いたんじゃないかと、ま、これと全く同じものは出ませんよっていう前提条件なんだ。わざわざあのチャンピオンパッチじゃないですよとは貼らないはずなんですよ。だったらいや、まあ、確かにそこね、まあまあ、大きいですよね、はい、あのだったら背景のユニフォーム黒くした方が絶対的にデザイン変わりますっていう宣伝にはなるじゃないですか。そう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 、分かる気がする、それは。だからちょっとまだちょっと本当にその写真だけで判断できないんで、まあまあまあ、ちょっと湧きすぎもね、ちょっと気をつけて。あの写真に仕様も変わりますって書いてませんでした。あ、そう、仕様をデザイン変更ですみたいな。仕様を何と捉えるかだよ、それも。そうなんですよ、結局その言葉の解釈の違いなんで、そうです、まだちょっと何とも言えないかなっていうのがあるけど、わざわざファーストユニフォームを背景に使ってるぐらいだから今まで通りなんじゃないかなっていうのもあったんですけど、じゃあその分の在庫残してたのかよって話になってくるんで、それはこの間の追加生産分だと思ったんですよ。いや、あー、そっか、そこで選手分吸ってるのかなって思ってるというか、一緒に量産してその一部を販売に回したんじゃないかなって思ったんですよね。
わざわざ追加生産してまで、ああでもなーって感じなんですよね。そもそも在庫がね足りなかったから、作れるどうにかして LINE ちょっとでもいいから動かしてくれってなったら、そういうやり方もあるかなって思ったんですよね。でもそれだったらその例年だと毎年あるよね、夏追加が。あの選手のサイズ変更とかもこの時期あるから、うん、まあ、あとはその移籍で入ってきたりとかっていうのもありますよね。そう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 、なんか夏に1回在庫追加するはずなんで、それ用かなとは思ってます、まあ、それでもだいぶ追加する量なんて少ないですよ、1000枚とか、まあ、本来は、うん、まあ、1000枚でもすごい規模だと思うんですよね。でも工場を動かすのには変わりないですから、2万枚っすもんね、売ってる規模が。なんか2万枚とかは作れないけど、1日で生産日産できる分だけ作ってもらうとかっていう可能性ありますけど、ちょっとまあ選手分と販売分と今回の NCL 分と全部合わせて作ったんじゃないかなっていう考察でした、ファンダは。でもなんかそれだったら、ね、まあ、取っとかなくて、そうそうそう、ね、出してよ、売り切って出してよっていう気持ちにも、ね、なるかなって気もするから、だから NCL にもあるからよ、それが。そう、いやいや、だからそれが第一優先は、そう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 、選手だし、あ、そう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 、っていう作り方なんだなって、今回はあの中途半端な入荷部はそうなのかなって思ってたんですよ、うん。まあ、ちょっとこれからもちょっといろんな考察が必要かなと思うんですけど、まあ、8月中にその情報も出るってことなんで、まあ、ちょっとどのみち期待もしつつ、また選手の誰の世話もにしようかなっていうのも考えつつ、皆さんお財布の準備だけしておきましょうってことで、多分また限定販売になると思うので、8月に発売ってことはもうだってそこから作れないんで、で限定販売になるってことは、その時の会員種別がまた重要になってるんで、そう、そこでようやく出てくる可能性ありますね。なんで皆さんもちょっと会員種別に気をつけてください、はい、ということで、すいません、なんか横やりを大変失礼いたしました、はい、ちょっとこの話題だけははい、すいませんでした。はい、ありがとうございます。そうね、また大きな話ですよ。はい、ちょっと誰か聞いてきて、はいはい、お呼びします。はい、こんばんは。はい、来た。こんばんは、AD です。はい、お願いします。ですね、まあ、Twitter が今制限かかっちゃってるのもあって、ちょっとタレコミが一つ来てるので、うん、ご紹介したいんですけども、うん、今週の名古屋戦ですね、うん、はい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 、日産ホールでも、あ、そう、それ言おうと思ってた、うん、はいはいはい、はい、14時から整理券配布、16時開場、17時スタートということで、今回 TV 2カ所になりますね、これで、ね、横須賀と横浜と、はい、そうですね、2会場です、2会場です、2会場編成でございます。はい、というのが一つと、あとは先週くらいからちょこちょこお話ししていた U17 アジアカップ、決勝がついに終わりまして、はい、日韓戦勝利しました。うん、日本優勝でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。やったよ、強かったね。強かったですね、うん、やっぱターンオーバーずっとしてきたのが、確かに確かに、最後のような感じで、いや、得点惜しかったけどね。そうですね、そう、マリノスユースの望月光平選手が4ゴールにアシスト、うん、で、得点なく2位で終わりました。1位になったのが神村学園の縄田選手ですね。はい、最後に最後の試合で取って、それで取ってみる、かすめ取られちゃった、はい、そう。で、まあ、そんな望月選手がいるマリノスユースなんですけども、うん、今週末、JFA 夢フィールドで、市立船橋高校戦がございます。お、うん、日曜日の、午前11時キックオフです。夢フィールドは日本代表も使ってるところなので、はい、行ってみるだけでも面白いかなと。確かに行ってみたくはある、あそこ。海浜幕張が最寄り。そうですね、海浜幕張から幕張メッセの奥、ええ、千葉マリンの並び。そうそうそう、そんなとこにあるんだ。ちょっと歩きます、うん、そう、なんか歩くとちょっとあるから、マリンまで、まあバスなくはないけど、まあ歩きです、基本は。うん、うん、あ、それだけに気づけたですね。そうそう、すごいからね、まあ幕張の日差しはすごいよ、本当に、うん、はい、みんな気をつけていっていただきたいと思います。はい、はい、
上でございました。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、そう、横須賀の話さっきちょっとちらっと出たんですけど、チラシ皆さんあの見ていただくとアンケートついてるんですよ、うん、あの抽選で10名様かなにマリノスグッズプレゼントしますみたいなアンケートあるんで、そうそうそう、よかったら答えてあげてください。はい、めちゃめちゃすごい昨日真剣に書いちゃった、横須賀の観光についてなんて珍しく、はい、長文書きましたよ。はい、あと今日気になったのはあれですね、うん、ちょっと先の試合の話ですけど、うん、シリーズの名前というか、いやーざわついてんね、カードの名前というか、ね、あれの話はまた今度しましょうか。そうですね、ちょっと大丈夫そうっていうところありますんで、大丈夫そう次回になんかね、各メディアで話題になってますんで。あ、そうなんだ、うん、いやうん、またなんかあるんじゃないですかね。はいはいはい、ということで、はい、終わりましょうかね、はい、はい、本日ふっとりこ197回目でした、遅くまでお聞きいただきありがとうございました。はい、はい、感想テレコミなどハッシュタグふっとりこでいただきたいんですが、皆さん無理はせずにね、ちょっとしばらく様子見ながら、はい、上手に使っていただければと思います。はい、放送翌日以降にはポッドキャストや YouTube でのアーカイブ配信も行っておりますので、よろしければそちらもお聞きください。はい、はい、それでは皆さんさようなら、おやすみなさい、またね、また金曜日。